どうもこんにちは、カウントです。今日のテーマはですね、今日のテーマで今日お話していく内容っていうのは人間関係についてお話しようと思います。人間関係、理想の人間関係っていうことについてお話しようと思います。そうで、実際ね、これは僕自身が今でもね、自分の課題としていることでもあってね、まあ、僕は昔から結構注目していたことで、多くの人もね、この人間関係っていうのに結構つまずいてね、悩んでる方が多いなっていうことをね、感じたんで、今回ね、動画でお話ししようと思うんですけども、やっぱり今の時代ってね、こうインターネットが流行るにつれて、ソーシャルメディアっていうものがあるからね、例えば Facebook だったりとか、Twitter だったりとか、Mixi だったりとかね、そういうものでコミュニケーションができてしまうから、直接ね、こう会って、なんかこう、本当に語るっていう時間ですよね。うん、僕はそういう時間がすごく好きなんですけども、それ語るっていうことがね、かなり減っていると思うんですよね。それがだから、いろんなね、こう人間関係の問題を、トラブルを引き起こしたりとかね、僕もね、その父と母っていうものが、本当にここ数年でね、これまあ見てるあなたの時期にもよると思うんですけども、2、3年ぐらいまではね、本当に仲が悪くて大変だった状況が、今ではね、本当に家族で月に1回ね、どっかに出かけて、必ず出かけるようにしてるんですけども、みんなで出かけてね、本当に幸せな家庭環境を、なんていうのかな、僕自身もこう、まあ見ることができてっていうかね、取り戻すことができて、僕はまだ結婚はしてないんですけども、本当に相互の家族のこうエネルギーっていうところがね、僕自身が、これからね、そのエネルギーっていうのは他のところにも全て連鎖してるからね、出会う人だったりとか付き合う人だったりとかね、そういろんなこう仲間とかパートナーとかね、メンターとかいろんなところでこう連鎖していってね、本当により良い人間関係っていうのができてきてっていうのをすごく感じていてね、でも人間関係って本当にすごくそのどういう関係を持ってるかでね、あなたの感情も変わると思うし、本当に何かをやる時の頑張り具合っていうのも全く変わるからね、今日はそれの本当にね、どうやったらね、最高の人間関係を構築することができるのかっていうお話をしていこうと思います。そう、だから今日ね、ちょっと本当になんか最近こう、親友っていうのが本音で語られるが仲間がいないとかね、なんかこう悩みがなんかモヤモヤしてるとか、なんか刺激が足りないとかね、なんかこう家族関係で問題があるとか、なんかこう、本当に信頼できる仲間って実はあんまりいないかもって思う方は、ぜひ今日の動画を見てね、少しなんかより良いね、きっかけになればなって思ってます。そういいですか。だから今日はね、それについてお話ししています。で、僕自身もね、本当にこう昔からずっとね、小学校中学校ってかなりこう人間関係で悩んでいた時期がねあって、そこから本当に解決して、今では本当に素晴らしい仲間たちとね、素晴らしい本当人たちと出会うことができて、感情面的に本当にリラックスしてね、日々過ごせることができて、ね、本当に感謝してるんですけども、どうやってね、じゃあ僕自身もやってきて、僕自身以外もですね、本当に幸せな成功している人、幸せに成功している人たちですよね。そのただお金を稼いでるだけじゃなくて、まあ、そういう幸せに成功している人たちって顔見ればね、すごく表情が豊かだし、まあ、顔見れば大体わかると思うんですけど、その人の幸せ度っていうのは、幸せな人生を生きている人たちがどういうふうにやってきているのかっていう話をしていきます。そう、これは僕が結構ね、一番やっぱりヒントになったのが、そのフランコリン・コビー博士っていう7つの習慣って書いてる彼の本の著者のセミナーに、去年の夏ですね、去年の夏に2日間の経営者向けのセミナーがあって、それに行ってきて、その辺からかなりこうコミュニケーションの真髄についてね、深く学ぶようにしてるんですけど、それは上辺のテクニックじゃないですよ。例えば、なんか急にね、面白いことを言うと相手を笑わせるといいとかね、ちょっとこうあえて、相手にこう好意っていうか、相手に好いてもらうようなことをして急に無視をするとかね、そうするとちょっと相手がこう気になってしまうとか、そういう話ではなくて、本当にもっとに深いお話ですね。かなり本質的なお話になってきます。そうだから、ね、何をしていくとね、具体的に本質的な人間関係をできるのかっていうと、僕のはもう基本的にこれだけだと思うんですけども、話し合う時間をしっかり取るってことなんですよね。話し合う時間、それを本音で。で、どういうことかっていうと、今の人って、僕もそうだったんですけども、例えば携帯をね、人と話してるとき、お食事に行ってるときとかも携帯を見ながら話したりとかね、例えばこう話してる最中に急に携帯を出して別の話題に変えたりとか、なんかこう集中して本当にその人のことを理解しようっていう時間がなくなってきてると思うんですよ。で、昔がどうだったか、僕はそんなに長くないんで、人生まだ24なんでね、全然まだ知らないことはたくさんあるんですけども、昔どうだったかわからないですけど、今の時代って少なくなってきてると思うんですよ。で、これは僕のうちの父と母を見ていてね、思って、父と母ってやっぱりこう長年ね、まあ今一緒に暮らしてないんですけども、そのなんか全然話さなくなってきてるしね、なんかこう本当に上辺だけの会話ですよね。だからちょっと買い物行ってくるとかね、なんかこう最近これ買ったんだとか、今日仕事でさとかっていう、なんかそういう上辺だけのことで、相手の本当に深いことですね。だから俺も前のことこう思ってるんだよねとか、なんか実際俺ちょっと最近これ本当悩んでてとかっていう、そういう深い話ですよね。一歩
感情レベルでのコミュニケーションって僕は言ってるんですけども、それをね取る機会が減ってると思うんですよ。そうで、僕自身もこれは本当に減りかけていました。本当に数年前というか2年ぐらい前までは、どうしてもだからやっぱり上辺だけのコミュニケーションになってしまってね、なんかこう相手を褒めるといいとかって適当に褒めてたりとか、なんかその年上の人にね好かれるテクニックとかっていうのを僕自身が無意識に身につけてしまって、そのテクニックだけを使ってね人に好かれようとしてしまったりとかね、そういうことをかなりやっていたんですけども、でもね本当はそれは違うなってことで、まあ自分もね痛い目にいろいろあって気づいたんですけども、そこから本質的なコミュニケーションっていうのをやるようにしてねやってます。でその一番のやっぱりきっかけっていうのは、相手としっかり話し合う時間を取るってことです。そうだから僕自身も今一緒にねジョイントベンチャーって形で、あの誰かと僕は今一緒に組んでねビジネスをするっていう形をメインにね取ってるんですけども、そういう時にやっぱりねこうちゃんとね話してます。しっかり自分がどう思っていてね、相手はどう感じてるんだろうのかなってことをちゃんとシェアしてます。自分がこう思うってことを一方的に言ったらただのエゴですよね。で自分がねこれ意見を言えない人もいると思うんですよ。やっぱりそう、僕も昔は言えなかったんで、昔ってもかなり前ですけども言えなかったんですけども、ちゃんと自分の意見を言わないと相手もわからないんですよね。これ本当にそうなんですけども、だからポイントはまず自分の意見をしっかり言うことです。で意見っていうのも本当にどう思ってるのかってことですね。ただ相手に好かれようとかね、なんかこれを言った方がかっこいいんじゃないかとかっていう見栄がどうしてもね人間って張ってしまうんですけども、その本当にその人と関係を築きたいのであれば本心を言うことです。で僕はねちょっとぶっちゃけこういう風に感じてるんだよねとかねっていうことを知ってください。だからこの前も僕はね海外に行く時もいつも言うんですけども、最初ねちょっとお前と会う時なんかこううさんくさそうに見えたんだけど、正直かなりうさんくさそうに見えたんだけども、実際会ってみたらね超いいやつだったんだよねっていう、その本心を言うんですよ。いやお前っていいやつだよねって言うんじゃなくて、実際うさんくさそうに見えるけどもいいやつだよねって言うと、あそっか俺ってうさんくさそうに見えるんだ、あでもいいやつなんだっていう風に分かります。この全然違いが、それだけで相手は嬉しいし、僕もね本心を言うから嘘がないから、この人は正直に言ってくれる人なんだって向こうも認めてくれるんですよ。そう、それたらいいやつだよねって、あそうなのかなって、なんかちょっとこううさんくさいなって思っちゃうんですけども、分かります。だから何が言いたいかというと、まずはねその時間を取って本音を言い合うっていう時間を取ってください。でこの時に自分が一方的に意見を言うだけじゃなくてね、ちゃんと相手の意見もしっかりと聞き入れてください。で俺ぶっちゃけこう思ってるんだけどお前どう思うとか、で実際ね本当に正直言うと俺こういうね今実は不安があるんだよねとかっていう不安をねシェアしたりとかしてみてください。でこれ不安をシェアするってことは多分多くの人ができてないと思います。僕もこれ本当に1年半前まである人に出会うまではできなくてね、そこからようやく自分の弱みとかねそういうものを言えるようになったんですけど、人間誰しもねあのたまに勘違いしてる方がいるんですけど、悩みはねどんな時代もどんな人も必ず悩みも不安も問題も持ってるんですよ。でもね何が違うかっていうと、それを解決するね手段を持ってるか持ってないかなんですよね。そうだから僕はね例えばそういうパートナーだったりとか、そのチームっていうかその仲間とかですよね、人たちとこういう不安をシェアしたりとかね、メンターさんっていうのもおかしいですけど、直接会ってね自分がこういうことを今不安に持ってるんだよねってことをシェアする時間をちゃんと持ってます。だから本当そういう意味でもね、あなたが今いくら不安をねこうどうしてもこう言えないとかあったりするかもしれないんですけど、それをね言ってみることであなたもすっきりするし、向こうもね自分のことを信頼してくれてるんですよ。だからたまに不安とか何も話さない人いるんですけども、なんかちょっと近寄りがたいですよね。なんかこいつスーパーマンなのかってゴルゴ触っていいんかよとかって思いますよね。そうだから何が大事かっていうと、不安をねちゃんとシェアしてみてください。そうすると向こうも不安をシェアしてくれたりとか、悩みとか恐怖を、ね、シェアしてくれます。それでこうネガティブに盛り上がってるだけじゃダメなんです。それでいやそれだけではなくて、それね一緒にこうなんていうのかな、傷を舐め合うわけではないですけども、シェアすることによってお互いのねこうさらに頑張ろうっていう気に、ね、なると思うんですよ。そう、それを相互依存って言うんですけど、まあこれちょっとね今回難しいんでお話しないんですけども、いいですか。だからやってみたいかとか、一つ目はね本当に相手の時間を取って話す時間をしっかり取る。そうだ、僕は本当に目を見てしっかり本当にもう凝視3秒ぐらいこう目をねビーンとこう見て、ね、ちゃんとしっかり話します。そうまあそれはいいとして、それでしっかりとちゃんと相手がね何を本当に求めているのかなとか、どういうことを本心で話しているのかなっていうこと、本音を話してね自分の本当に今ちょっと抱えてる、ね、恐怖とか不安とかっていうのをシェアしてみてください。これ初めましての人にいきなりやっても意味わかんないですよ。そんな、いや俺の悩みやとかってもいいかわかんないんで、本当に仲良くなりたい人ですね。そう。とはシェアしてね、それで仲良くなってください。そう。で、あとは、これはもう最後なんですけども、そこからね、さらにプラスに行くのは、提供し合える関係ですよね。提供し合える関係。いいですか？だから俺はこういうことが得意。私はこういうことが得意っていう、それぞれの強みとか、自分が、これは絶対相手より優れてるなってポイントありますよね。それで相手をカバーしてあげる、相手に提供してあげるっていう気持ちが絶対大事になってきます。
そうだから何かしてくれたから何かしてくれる仕返してくれるんじゃって発想じゃなくて、自分からね、俺はこういう強みを持ってるから、これ多分あいつ苦手だろうなって思ったらそれをやってあげるってことですよね。そうだからこれ本当にメンターを見つける究極の方法でもあるんですけども、まあ、メンターってよく聞くと思うしね、師匠とどうやって関係を築いていくのかって話をして、僕はそういう意味ではすごいいろんなメンターがいてね、すごく昔から恵まれてたんですけども、何をね意識してたかっていうと、僕自身が完璧だとは言えないですよ、常に相手がね何を足りないのかなっていうことを考えてたんですよ。足りないって言ったら変な言い方なんですけど、人間っていうのはやっぱり完璧な人間なんていないから、相手の中での足りない部分っていうのがあるんです。それはスキル的なものだけじゃなくて、例えば感情面ですよね。相手が多分この人経営者で忙しいからね、多分すごくこう本当に弱みとかを話せる人がいないんだろうなっていう人もいると思うし、例えば僕は集客っていうのは昔からできたからね、集客のそのお手伝いをしていきたいとかっていうふうに、そういう埋め合わせで人間関係って結局埋まっていくんで、そのデコの部分とそのデコボコが組み合わさって人間関係っていうのはすごくこう相乗効果が生まれてね、数倍足し算じゃなくて掛け算になっていくんですけども、その何が言いたいかというとね、その穴を見つけてそこに入っていくって、まあエッチな話じゃないですよこれ、本当にたまに勘違いする方がいるんですけども、それをね本当に埋め合わせるっていう感じですね。だからメンターさんがね何を求めているのか、その師匠さんとか自分がこうなりたいなっていう理想の人が何を求めているのかっていうのをちゃんとしっかり把握してね、それを提供し合える癖をつけるんです。そうするとあなたが例えばね、そのメンターさんからビジネスのスキルを教えてもらいたい、じゃあその代わりにあなたが何か提供しないと無理なんですよ。でメンターさんが例えばなんか鼻毛を抜く機会を求めたら鼻毛を抜く機会、ちょっと価値が釣り合わないかもしれないですけどやってあげると思うしね、なんかそのメンターさんが自分の弟子を欲しがってたなって思ったら弟子をねなればいいし、弟子になって本当何でもかんでも言うことを聞けばいいと思うし、そのメンターさんっていうのがね女の子を求めてるんだったら女の子をね紹介してあげればいいと思うし、なんか本当に健康に関する知識とかそういうのを求めてるんだったらそういうのを提供してあげればいいと思うし、そういうふうにね、要は相互関係ってそういうふうに作っていくんですよね。で最終的にねそのメンターさんに何もね求めてる自分が価値ができるものが提供なかったらお金を渡すっていうイメージなんですよね。わかります？だから何が大事かっていうと、自分が提供できるものはないから最終的にお金を渡すって感覚なんですよ。これぜひ本当に覚えておいてほしいんですよね。僕自身もこれずっと意識していることなんですけども、だからまず提供できるものは何かないかなってことで、それが提供できるものあるんだったらね、それメンターさんが求めてそれを提供してあげて、メンターさんとねすごく仲いい関係を築いてもらってね、それがないのであればもうお金を払うしかないんですよ、正直な話。だってそれしか価値交換ができないから。それをね、なんか例えばこう向こうの人がすごくいい人でね、何もしなくても教えてくれますよって、そんな仙人みたいな人って本当に多分ごく稀だと思うんですよ。本当に 2% ぐらいだと思うんですよ。本当にみんなそれぞれの人生を生きてるしね、そのどんな億万長者だろう、どんなにあれだろうが、みんな本当に自分の人生を生きてるし、限られた本当時間の中で生きてるからね、相当な本当に変わり者の人じゃない限りいないと思うんですよ、無償でやってくれますっていうのは。やっぱり相互関係っていうか、そのウィンウィンじゃないですけども、お互いのねメリットがあるところで人間関係構築しないと絶対長く続かないんで、それから何か裏があるかなんで、そういうふうに関係を築ける人っていうのは。そうだからぜひですね、今日のテーマをね、それを意識してやってみるといいと思います。本当これは僕もね、これからまだまだ学び続けていることなんで、まだね分かったらシェアしていくんで、ぜひいい人間関係をね、いろんな人と築いていったら最高の人生に、ね、近づくんじゃないかなと思います。そう今日はそんな感じでね終わろうと思うんで、まあ、ぜひですね、またお会いしましょう。ありがとうございました。